坂井忠友は、江戸時代前期の若狭国オバマ藩の四次、若年寄り。官位は、十五位下、ビンゴ神。若狭国オバマ藩初代藩主、坂井忠勝の長男として誕生。母は、松平近吉の娘。幼名は、ハヤと。官営八年に元服。官営十二年古商組番頭を皮切りに、奏者番、若年寄りなどを歴任した。 大老をも務めた江戸幕府の重鎮である忠勝の内外ともに認める後継者として、幕閣の若手の出世育成コースをかけた。小辞類園によればとあり、土井都市勝の後継者としての都市高、堺忠勝の後継者としての忠ともは、将来の幕府を背負って立つ若手官僚として育成されていたことが伝わる。つまり、堺家中だけではなく、 幕府からも公に後継者として認められていた上での政治活動である。学問は林羅山に学んだと伝わる。ソライン寺の墓家案2年拝着、感動される。弱視は末程のただなおに変わった。拝着及び爆発追放の理由は定かではないが、他の閣僚との深刻な対立があったとも伝わる。ただ勝の歓喜を被ったとも、 また,た、忠勝及および、堺家家中としては、敗着は、本意ではなかったともされる。漢文元年、オバマ・堺家の領地である、安房国支部村に移り、感動は後と彼のまま翌年同所で没した。遺体は、安房にて、ダビに付され、オバマの堺や菩提寺のソライン寺へ埋葬された。オバマ藩歴代藩主と同格の墓が現存している。後に、オバマ藩を継いだ弟の忠直は、 忠友の長男の忠だ国に対しオバマ藩、安保領などから一万国を分治し、勝山藩が建てられ、子孫は大名となった。ありがとうございます。